吉田さん、お疲れ様です。まあ、事務所の件なんですけども、買わなくていいんじゃないですかね。あの、家が広ければ、なぜかね、その空いた部屋に、なんかデコレーションしちゃったりとかね、物を置くためにいろいろ買ったりとかね、それから撮影のために部屋を増やすと、撮影の手間とか準備が実はかかるんですよ。で、結局面倒くさくなっちゃったりとか、効率悪くなるんで、 一番簡単に撮影できるところに結局は落ち着くんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ですんでもしね今お住まいのところご利用の事務所で飽きちゃったなと思ったらまあ模様替えをすればいいんじゃないかなと思います。まあけど慣れることで楽しめるんじゃないですかね。うん今の環境をなんか狭いからとか気分が乗らないからっていうんで変えちゃうと次のところでも同じような そんな、ね、不満に直面してまた悩むことになるんでまあここに根を下ろすかみたいな形に変えていけば一番いいんじゃないかなと思いますけどね、うん、はいそれでですね黒歴史を黒字に変えるとかねあなたの傷を何となくあんとはってあります知恵に変えるとかね、えー、ああいい言葉だなと思うわけなんですよ、うん、あのやっぱりねこう転んでもただで起きないっていうか 怪我をしたら怪我をする前よりもアップデートした自分になっていくところを目指せればなと思うんですよ。であと「黒歴史」っていう言葉ありますけどもまあ黒歴史っていうってことは言っている瞬間の方がまあ良くなったよってことなんですよねきっと。でいろんな悪いこと暗いこと嫌なことがあって本当に 苦しい時をくぐり抜けて今があるって言った時にいや実は自分もね黒歴史あってみたいな感じでちょっとこう楽になった自分を慰めるためとかね思い出して過去のことを黒歴史って言うんだと思いますからもしねその黒歴史よりも今の方が苦しかったら黒歴史って言わないような気がするんでねだからそういう風うに振り返れることっていうのは、うん、なんか良かったねってことなんですよねきっとね でもそもそも黒歴史っていうのは何か悪いことをした過去があるってことね。悪い目にあったっていうのも悪いことをして人に迷惑をかけたっていうのが黒歴史なのかなと思うんですよ。うん。なんか辛いことがあったのは黒歴史っていうのもなんか派生して入ることになったんですかね。うん。まあ黒歴史って言葉は私はねあんまり使わないし、なんかガンダムの <laughs> 言葉だったと思うんですけどね。<laughs> どうなんですかね、はい。で、名言にして言えばね、私もね、即果塾の中で 自分の名言をたくさん作ってきてお知らせするんですよ。どこか有名人とか歴史上の人物が言う名言を使うことはあんまりなくてね。その中で、最近私がね、使った言葉に、あの、最悪の時こそ最善を尽くせっていうのがあるんですよ。で、これはね、もう最悪だ。もう何もできなんっていうふうにね、ふてくされちゃったり手放しちゃったりする方がいて、もう状況が最悪なんで、 手も足も足出ませんみたいなことがあるんでねあのいうことがあったんですよ。状況が悪いんだったら最善を尽くさなかったら抜けられないよ最善を尽くしても抜けれるかどうか分かんないんだから少なくとも自分から試合放棄をしたんじゃ、まあ、勝ちはないよねまあそういった形でねトクトクとくとくと諭していたところ勇気が出てねやる気になってくれたっていう方がいらっしゃいました。いやだからそういうい風なね 自分でも自分を励ました時期っていうのがあるわけですよね。あこれはもう手も足も出ないなと。だったら頭ぐらい使っていこうかなとかね。人に頼ってみようかなと。はいつくばってでも進んでみようかなって思ったわけなんですよ。最最悪の時こそ最善を尽くせ、うん、まさに最善の善というテーマで今回お届けしてるんですけども最善を尽くす時っていくらなのかなと。ものすごく絶頂期で 上り調子で運もよくって何もかもうまくいってる時ってそれが最善なんですよねだから流れに乗ってしまえば最善を尽くすも最悪も尽くすもなくってただ本当にそのまま漂っていればいいと風に乗って進んでいくんですよねでもあの手この手を打っても叩きのめされて出口もないし突破口も見いだせない自分の何をやってももう 目の前の壁が破れない。そういった最悪の時、最悪の時だから最善を尽くすんですよね。まあそうすることによって少しでも突破口が見いだせるようにできるんじゃないかなと思います。まあね、ビジネスをやってると物が売れないとかっていう時ってあるんですよね。全然手回しも出ない。やべえなと。だから最善を尽くすんですよ。どうやったらこの商品がお客様に伝わるのかな。 どうやったらお客様の不安が分かっていくのかなそういうふうに最善を尽くし続けていくと暗闇にかすかな光が見えてくるそこにその光に手に向かっていくのを人は希望っていうんじゃないかなと思うんですよ諦めればもう光すら見えないだから暗闇が続くだけと本当に抜け出しようがない現実になってしまいます 最悪の中でもさらに最悪に落ち込んででいくでも最善を尽くすことによって状況は悪くなったけどもでも最悪ではないよねっていうふうなそんな風に這い上がっていけるんではなかろうかと思うわけですけどね、はい、じゃあ善を尽くして今日も行ってみましょういってらっしゃい